get ready. 雑談です。フラグです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで昨日は何をしてたかと言いますと、菊花賞ですわ。菊花賞ね、残念ながら私菊花賞悔しかったな。印をねギリギリまで最後悩んで外してしまった3着のディバインラブ、これね牝馬だったんですよ。気になってたんですよね。軸はねドンピシャで当たってるんですよ、タイトルホルダーに、それからオーソクレースね、軸がドンピシャで当たってたんで、それこそ馬タン馬連ワイドなんだったらもう必ず確実に取れてたんですが、3連単2等軸で行ってたもんで、で4着だったんですよね、ステラベローチェ一番人気。これね見てる時はね、あこれゴールかわしたかなと思ってたんですけども、なんと首差でしたっけ、鼻差かな、4着だったんですよね。で11番のディバインラブでしょ、これが7万8000円ぐらいつきましたよ3連単。ステラベローチェだったら2万ぐらいでしたっけね、え外しちゃいましたけども、その前にやってた東京のブラジルカップ、これねドンズバで取りましたよ3連単。これが7万円つきましたんで、まあ菊花賞は負けましたけども良かったんじゃないですかと悔しいわ、取れてただけ。あその後ね12レースも軸は合ってたんですけど紐で荒れちゃった。だからね一番人気は紐で買うこれですよ本当に。しかしいやー悔しいな、あれ本当悔しかったみたいなことがありました。昨日はそんなことをやっておりましたが、まあ早速今日はねドラマの最新部にね深掘りとか、ちゃんとすごいノート2ページにもわたるノートをつけて見ておりました。真犯人フラグ見ましたですわ。本当にこれね面白いというか、面白いでしょう。本当に誰が犯人なんだろうと思いながらワクワクしながら見ていますけども、第3話いよいよねこう事細かな、まだまだわからないところも多いですけども、分かってきている部分がありますんで、どんな内容だったのかね話していきますかね。真犯人フラグ見たの？はい、いいえ、どっちね、これですわ。阿久津刑事かっこいいじゃん、阿久津刑事。はい、いいえ、どっちね。ハラセンラジオ面白いの？はい、いいえ、どっちね。はい、いいえ、どっち、これをね今年の流行語に俺はしたいね。で阿久津刑事、渋川さんですか。ね、ウィキでちょろっと調べたら豊田監督の作品によく出ている俳優だそうで、僕は今回初めてこう認識したというかなんですけども、改めて豊田監督の作品を見直して、あやっぱりこの渋川さんかっこいいなね、モデル出身だったそうですけども、めちゃめちゃかっこいい、いい味出してますよね。はい、いいえ、どっちね。そんなんがありますが、まあ内容の方いきましょうかね。これすごい複雑、いろんな場面が出てくるんで、追っていかないとよくわからなくなっちゃうかもしれませんが、まあ家族が失踪しちゃって、お前がね旦那さんが犯人じゃないか、西島秀俊さん、相良凌介、お前が犯人じゃないかと言われているんですが、でそんな中新居の建設現場に老婆母が埋められているんですが、これが娘のなんじゃないかなってところで、まあ実は違ったと。でその新築のね家を建ててるのを、まあこんな事件になってるんで中止しませんかって言われてるんですが、いや俺は家族がね楽しみにしてるんで、それは止めたくないと、早く建てたいんだって言うんですが、なぜその建設会社というか不動産屋ですね、中止を
そそのかすかといったら、この担当の演壇がね、相手方に印象が悪いぞってなんか匂わせた感じで上司に言われてるんですよ。ここはスルッとね、いや続けますって言うんで、あの味方をしてくれてるんで、そこの線は薄いかな、なんかね、という感じでしたね。で、その新居のあれを見てる中、ドラレコの映像をね、先週こう引っ張ってきて調べてたら、映ってたと、家族3人が。で、その時間が17時18分だったかな。で、サッカー教室に行ったのが17時半なんで、それまでは3人でいたんだ、みたいなことがわかると。で、喫茶店で、まあ、ゆっくりしてるところ、相良凌介さんが、西島秀俊さんがゆっくりしてるところ、こう、謎の男がね、ちっちゃい絵本をパッと置いてメモと一緒に渡して去っていく。で、それを見ると、連絡が欲しいと。ね。で、なんだろうなって出ていくんですが、そこに、生駒ちゃんが、ね、元木さん、ね、元木、生駒ちゃんがこう、怪しい感じで見てるんですよ。これね、犯人っぽい感じで、ね、フラグ、いかにもフラグっぽい感じで現れるんですが、これ、ね、何にも触れてないんで、まあ、なんで、フラグのフラグというか、怪しい、この人も怪しいでしょ、みたいな感じで振っているだけなのか、まあ、今後出てくるんだろうなって感じです、生駒ちゃん。で、戻って、何ですか、メモと絵本を渡した男性が、に連絡を取ると、実は、娘の彼氏で、IT 系の社長だってことがわかるとね。で、西島秀俊さんはもうね、娘に、16歳の娘だから、彼氏が行ったのかっていうので、もう、放心状態で、せっかく協力してくれる、ね、こんな状況で、ああだ、こうだって、助言してくれてるのに、もうね、心ここにあらずみたいな感じになるんですが、まあ、表だって言えないのは、IT 系の社長ね、光さんと付き合っている、何でした?一星さんが、23なんで、陰行になっちゃうからね、陰行になる。まあ、ちゃんと付き合えばいいんですけど、表だってね、協力しちゃうと、いろいろ叩かれかないし、戻ってきた時の光ちゃん、娘さんの、あれも心配だってんで、まあ、こっそり協力しますよと、ね、力強い協力者が現れた。で、そこにね、そこに、一人だけね、心当たりがあるって、言ってくれるんですけども、それがね、帰り際に、なんですかね、こう、生駒ちゃんじゃない、娘さんと出会ったのはパン屋で、最後の一個をね、こう、取り合いをしてて、で、それがきっかけで付き合うようになったみたいな話があって、で、ある日、そのパン屋に行くと、どうも、パン屋をね、こう、バシャバシャ写真撮ってるストーカーみたいな人がいるっつって、助けたとこから、まあ、交際が始まるんですけども、そいつが怪しいやつがいると思うんですけども、これね、相関図に載ってないんですよね、そのストーカーは。だからもう単純にこれは、犯人の線は薄いのかなって感じですね。で、そんなことをやってると、YouTuber、プロビンですよ。江本時生さんがやってるやつがね。これ、炊飯器、旦那の自作自演じゃないかってことで、保険金のね、あれがあるんだって、それでワイドショーでも取り上げられちゃって、ますます、犯人扱いされちゃうと。で、それでね、そんなことやってると、こう、会社に、ね、荷物が届くわけですよ。二宮さん宛てに。そしたら、開けてみると、土でね、大量の土で、で、もうヘビークレーマーから送られてきてて、で、まあ、それをこう、しょうがないっつって、会社の前で捨ててるんですけど、その時手伝ってくれてた運送会社の望月って方がいるんですけど、坂東なんとかさんが演じてるね。うん、この望月が、実は、
一番俺は今のところ一番こいつが怪しいなと思ってるんですけどね。だから内情分かってて、リュウタさんですか、坂東リュウタさん、これが怪しいなって感じのワンシーンね、ワンショットあるんですけど、怪しいかなって気がしますね。何か逆恨みをしてるのか、二宮と相良、だから芳根京子さんと西島秀俊さんの間をこう妬んでというかね、の犯行っていう線はあるかなと思って見ておりますね。その後その西島さんのところにもね、いろいろ荷物が届くんですけども、その中にはまあ怪しいもの、前の冷凍したいみたいなことはなくて、でまあ警察のね会議ではこうね、いちいち新しいことがあったら言えよと言ったりなんかしている中、また二宮さんと相良さんと、それから一世君と立花君ね、あの IT 系の社長とで話しているところに、あっつってこうカップルアプリので携帯で電源が入ると位置が分かるんですっつって、じゃあそこに行こうっつって群馬までね、わざわざ行くと携帯がね、トンネルの中に1個ポツンとあって、そこで鳴ってるわけですよ。でうわーっつって近づくと拳銃を突きつけられて、ギャーってなったところで、いや実は刑事も来てたとね、なんでここに来たの、はい、いいえ、どっちの、あの刑事が来たと。でまあことなきを得るというか、で周辺捜索すると奥さんの指輪が見つかって、最後ね、西島さんの家でお葬式みたいなところで終わるんですけども、あー本当にね盛りだくさんでしょ。だからこれメモを取りながらね、僕を見てたんですけど、これ一番怪しいのはやっぱりあれですよ、運送屋の望月ね、あの若い子、あれが怪しいなって思うな。で猫おばさんも出てくるんですけど、ただの狂人ですわ。新築の建築現場に現れて魔王を歌うんですね。母さん、お父さんかね、魔王を歌って猫をね散歩させてる猫おばさんっていうのがいるんですよ。これは単なる狂人で、何にもこいつは怪しくないと思いますね。やっぱ怪しいのは運送屋の望月か、それから生駒ちゃん、それとねママ友で菱田さんっていうのがカレーを差し入れしてくるんですけども、これもねサッカー教室のコーチとなんか裏でつながってるというか、なんかやってんすよ。でこれもなかなか怪しくてね、ただその動機がわからないでしょ。菱田智子が犯人だとしても動機がちょっとまだ明かされてないことが多いのかわかんないんですけども、動機が薄いんで、菱田智子ね、桜井由紀さん演じる菱田さんの線は今のところ薄いのかなって気がしますね。そうなるとやっぱりこれね、もう3回目じゃないですか。1回目2回目3回目と見てきて、1回目で一番こいつが怪しいなって思ったのが立花一世、娘さんの彼女ですわ。でもこれ3回目にしても全然味方だっていうのがわかる。で2回目の時に一番怪しいなって思ったのが、2回目誰だろうな、猫おばさんは常にねこうちょっかい出してくるんであれですけど、2回目の時は誰だったかな、ねえそれも大丈夫だなって気が、2回目は誰だったかな、あるん で3話目でこれ菱田さんが怪しいなとか、その運送屋の望月が怪しいなって感じではあるんですけども、望月はねこう動機がわかるじゃないですか、こう逆恨みというか、社内恋愛をこう監視してるみたいなね感じで、実はこう二宮さん、芳根さんのことが好きで、しかしその上司のね相良、西島秀俊さんとの仲をこう恨んでるみたいな絵は浮かぶんですけどもね、菱田さんが
犯行に及ぶ動機がちょっと見えないので、この線はちょっと怪しいんですけど、まだ薄いのかなって気がした。3はですね、ちょっと長くなりましたけども、本当にこれは面白い、本当に面白いねドラマですわ。うん、でまた出てる役者さんが本当に全員、特にまあね、あの柄本時生さんもいいですけども、あの YouTuber 役の、なんつってもあの阿久津浩二刑事役のね、渋川清彦さんですか、これがねめっちゃいいわね。はい、いいえ、どっちね、あれめっちゃいい。だから豊田監督作品をちょっとほじってみましょうと思った回でした。コント、はい、いいえ、どっち。いや本当にはい、いいえ、どっち、ちゃんとした文法をちょっともう一回書き出して流行語にしたいぐらいね。これはでも二択じゃないからね。うん、本当に強制的なそういった二択じゃないですから、人生というか社会というかね、二択にする必要は全くないんで、どっちでもいいんですよ本当に。本当にだから、はい、いいえ、どっちって言われたら、いやどっちでもないですけど、はいもいいえもありますよと言った。僕はいつもそう答えてるんですね。犬派猫派って言われてね、まあ猫が好きなんですけども、犬も可愛いですよねとかね、うどんそば派、うどん派って言われた時に、いやそばも好きなんですけどうどんも好きなんでね、でもそう聞かれたら、あパスタ派ですかねってね、そういうね答え方をすればいいんですよ。はい、いいえで答える必要はない、そんな気もするんですが、はい、いいえ、どっち、この言い方は面白いのでね、ぜひ流行語になってほしいなと思っておりますといったところで、ね、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。